高山は7球粘りました。センターの前、打球が伸びました。タッチアップからホームに帰ってきました。岡崎ホームインで3点目が入りましたタイガース。もうこれは高山の方が上手だったとしか言いようないんですよね。ただそれ もっとボール球投げることができたかもしれませんけども、ピッチャーとしてはやれることはしましたよね、はい、打球もまあ伸びていて犠牲フライになりましたよね、はい、今の高山のバッティングで良くなったなというふうに感じるのは、はい、あそこを死んで打てなかったんですよ。バット届かなかったのが届くようになってるっていうのは、しっかり前バットが出てきてるっていうんですかね、はい。